さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、ガレージバンドでジャズメタルトランスな曲を作るというこのプロジェクト、現在エンディングをひた走っております。ひた走っているとは、つまりまあ、1楽器1楽器ずつ入れていってるということでございます。でですね、前回クラシックアコースティックギターを入れたんですが、ちょっとお手直しをしたいと思います。アルペジオなんか入れちゃったりしようかなと思いまして、はい。これと同じことをここにも入れます。で、なのでこれを動かします。はい、あっと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 、ね、はい。でこれをこの状態にしてからパスしようかな。あれ？あ、なんか違うじゃん。で、これ伸ばしっぱなし。で、これも伸ばしてあげよう、一応。おっとっとっと。はい。で、これを囲んで、はい、ペースト。で、これをさらに伸ばしてあげる。これもそうだね。伸ばしてあげよう。はい。はい、ちょっとこんなことを考えてみました。はい。で、あとですね、他にも。ここですね、ここ。ここを、チャラリラリーンみたいな感じにしたいです。こちらも、で最後も。はい、こんな感じです。はい、はい、こんな感じです。あ、ということはこれは伸ばすんだね、こうやってね。
よし、これでできました。はい。でアコースティックギターなんですが、クラシックギターをパクってそこから変えるという作業をやります。はい、それで済ませてしまおうと思います。はい、これをこうやって、で197に持っていって、はい、でアコースティックギターに変えて、これでペースト、はい、行きました行きました。でこれでこのドを C に変え、これをこの C を B に変えます。はい、はい、このコード間違ってんじゃん。このコード間違ってる。あ、ここ見てもしょうがないのか。こっち。あ、こっちは間違ってない。あ、違う、こっちか。うわぁ、嘘でしょ。うわ、これ全部だ。うわ、うわ、やべえなこれ。一大事一大事。こんなのどっこそこにあるよ。 C なんて、そう、 C なんて音がちっちゃかったから気づかなかったんだ。今度はここか。ここは大丈夫だな。これだね。
やべやべ、これこんなに間違ってる。しかも E メジャー7に聞こえちゃうから気づかない。あ、 A マイナー7に聞こえるから。はい、できました。これで直せました。直しました、直しました。直した上でこれを直します。はいはい、ドを、はい、ドシーを、はい、これを B にします。で、この A をなんで A やねんって感じなんですけど、これ間違ってる、そもそもが間違ってるから、これをはい、ここにします。で、これをこれでできました。これでトゥルリーンもなちゃんとコピーできてます。はい、ユニゾンです。ユニゾン、 L と R に分かれたユニゾン。こっちはクラシックコード、こっちはジャズコードです。はい、そうですね。はい、これでアコースティックギター完了となります。次回はルーツロックとハードロックを同時に作りたいと思います。コピペで。はい、はい、では今回の配信は以上となります。また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。